生涯殿、俺にその土木の技術教えてください。お願いします。加藤清正殿だったな。大層な熱意を感じるが、何故そう望まれるのか。秀吉様の皆が笑って暮らせる世を作る、その助けとなりたいからです。自分には笑顔と土木が容易に結びつかぬのだ。皆が笑って暮らせる世の前提は天下の統一、太平の世の到来です。それまでの戦いは長期にわたることでしょう。補給が戦の鍵となりますが、大量の兵糧の輸送は不益となって民の負担となり、現地買い付けは食料の高騰を招きます。そこで土木で治水開発をし、敵地に面した地に穀倉地帯を作りたいか。自分も同じことを考え実行したことがある。それだけではありません。太平の世が来れば人が増え、まず食料が必要となります。俺は両国を土木の力で豊かにしたい。それが民の笑顔につながるか。なるほど、よくわかった。自分の経験でよければお伝えしよう。ありがとうございます。